1948年、山内義夫は、フランス文学者。長く、早稲田大学他の教職を務め、また、多くの役業を残した。日本芸術院会員。1894年、父道義、母手羽の次男として、東京市牛込区市ヶ谷田町に生まれた。父は、陸地測量部長を経て、初代の陸軍方向学校長を務めた。 陸軍公平大佐であった。行政小学校、道中学校を経て、1911年、東京外国語学校2日に進んだ。中学時代、長井花風と上田里氏の訳詞によりベルレーヌやボードレールを知り、現象を輸入して読み、また、作家、試作も試みた。1915年、東京外国語学校を卒業し、 家庭の事情で、希望の京都帝国大学文学部でなく、法学部に入って、文学部、植田聡史教授の講義を、その旧生までの一年余り聞いて、直接の訓導も受けた。1918年経済学部に移ったが、1921年、ポール・クローデル大使が来日することを知って、東京帝国大学仏文化専科に転じまた、 東京外国語学校講師を務めた。1923年、東京帝国大学を退学し、1924年、東京外国語学校講師を辞した。26歳上のクローデルとは紹介されて、愛知り、フランス語の才能を認められて、1927年、初めの離日まで、刺激行動を共にし、舞踊劇、女と影、鹿襲、 百千0戦長など、大使の対日作品の出版、上演に尽力した。完全なフランス語を話す青年と評されたという。1922年28歳、観光されたロジェ・マルタン・デュガールの、死亡家の人々第一部灰色のノートの翻訳を、直ちに始めた。1923年、アンドレジッドの狭き門の勘役を、初めて上司した。 日本にジッドブームを引き起こした名役と言われる。1924年、アテネフランセ教授となった。鎌倉市派生に移転した。1927年、吉江高松教授に招かれ、早稲田大学の教職に就いた。1928年、鎌倉市笛田へ移った。1932年、女人芸術師の同人、小池緑と結婚し、後に二女に何を得た。 1935年、東京市牛込区新小川町の道順会、江戸川アパートへ移った。1938年、死亡家の人々第一部灰色のノートを白水社より出版した。以後1940年の第七部父の島で観光し、広く読まれたが、戦争の激化により中断を余儀なくされた。1941年、レジオンドヌール。 シュバリエ勲章を贈られた。1945年8月1日の空襲で、八王子市郊外に疎開してあった蔵書を焼かれた。1946年、アテネフランセを辞した。1950年、地方家の人々第七部1914年夏を出版し、それにより、日本芸術印象を受けた。翌々年、第八部エピローグの刊行を終えた。続いて、 ジュール・ロマンの善意の人々の官役を祝願としたが、その一部、ベルダンの上司のみに終わった。1958年、白百合短期大学講師を兼ねた。1964年、早稲田大学教授を定年退職し、翌年、白百合短期大学教授となった。1966年、日本芸術院第二部の会員に選ばれた。 1968年、カトリック教会の洗礼を受けた。1971年、初めて、フランスへ旅した。1973年、肺がんにより没し八王子の上川霊園に葬られた。初版の年代順に列記する。多く開版、編集されているが、それらのうちの最新版を、隠れつの、の後ろに記す。ありがとうございます。